リンゴルフを視聴の皆さん、こんにちは。山地優子です。優子がゆうこりんと呼ばれて、そこから小さくなってこりんちゃんと呼ばれてます。皆さんよろしくお願いします。でこれからこりんちゃんには、はい、岡崎カントリークラブインコースを9ホールラウンドしてもらいます。金土日にインスタグラムで活躍されてるゴルフ女子の皆さんにちょっとご出演いただいて、ゲームを用意してます。はい、20個以上クリアしていただきますと、はい、Amazon ギフトカードをプレゼントさせていただきます。早速スタートホールに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まだできるやつがありますか？ガンガン入ってへん。あ、でもウェア紹介がめちゃめちゃ可愛いですよね、はい、今日のウェア。上から下までイチゴでそう、ラウドマウスのなんか今年の春出たやつかな。ここのなんかウェアってなんかこういうフルーツ柄がなんか毎年のように出るイメージがあって、去年出たのはバナナ柄やったんですよ。で今年はイチゴ柄が出て、去年のバナナ柄も買ったんですけど、でこここのバイザーまでちゃんと同じ柄でこう出してくれるんで、なんかついついこう揃えてしまう。これはもうスカートとこれワンピースじゃないんでセパレートなんですけど、ポロシャ T シャツポロシャツとスカートとこのバイザーを揃えて今年も買ってしまいました。ありがとうございます、はい、ご愛顧いただきありがとうございます東京だとてかなんか路面店みたいなお店あるんですよね。あ、銀座じゃない？銀座かな。変わってなければ銀座に。そう、なんかお店があるって聞いて、こう私たちネットで買ってるんですけど、うん、なんか行ってみたいんですよね。うん、左ドッグかな。ピンから283ヤードです。183ヤード左ドッグですけど、とりあえずまっすぐ行きます。よいしょ。うん、結構あれちょっと待って、よしじゃなくない？はいインしました、インよしじゃないよね。インしました、やっぱり。はい、うまいな。最初チェックしたかったんじゃないですかそうそう、マス埋めたかった。そうでしょ、そうでしょどっちもそうとか思ってないですよねいやいやいや、計算通りそう、計算通りそこのマスをそうですよね、はい、埋めようと思って。そうですよね、狙いましたはい、よし。まあ、まだまだ距離あるんで、はい、とりあえずもう飛ぶだけ飛べみたいな感じだね。そう、ちょっとでも近づけるように。うまっ、よし近づいた。いい、オッケー、よし。残り100ヤードは9番でいきます。ほんとさっきからさ、なんかね、ちょっとこういうちょっと前足上がりがちょっと苦手で、どうしたらいいんですかえでもなんか気をつけてることありますか？そういう時、まあ、分かるじゃないですか。そう、一応こう皆さんに相談した結果、ボールをちょっと右足寄りに置くとか、あと番手をちょっと短く持つとかかな。それよく言われます。とりあえずハーフショットにします。あー、なるほど、欲張らない、うん、なんかでもそもそもアイアンが全部ほぼハーフショットです、はい、あー、なるほど。練習のハーフショットが多いです。なんかやっぱり久しぶりにゴルフ行ってフルショットってアイアンプレーでも結構難しくなってるから、ハーフショットでもうなんかちゃんと当てるみたいな。ああ、なるほど、そっちの方が安牌か。うん、どうだちょっといけたと
か思ったんやけどな。ブレーキかかりましたね。ねえ、ちょっとな。いやでももうここは怖いから無理やりパターでいきます。うん、よし、これで入れる。よし、来た。スレス。よし、今これ何ですか？僕も思ってた。ドライバーいいショットでバンカーでした。ある程度のところまで出ました。で9番が残り100ヤードがダメで、そこでもう一回アプローチをしてパターパターダボか、ダボでした。はい、サムネを撮ってます。アプリ何使ってるんですか？アプリは私はスノー派です。あ、僕が入ってるやつは。あ、持ってますか？はい。でも逆に皆さん流行りは何ですかね？ユーライク。そう、ユーライクが今のところ、なんかユーライクの方がオリジナルでもそのまま使えるような感じだった。なんかこう強くなく肌が明るくなってちょっと綺麗になるみたいな、そんなような感じ。スノーはオリジナルでもちょっとかかったから、なんか男だからさ、なんか余計わかるんだよね。あ、そう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 、すげえ可愛くなっちゃう。よし、行こうかな。メールをクリア。はい、ね、グリーン手前にやばい池とバンカー、そして打ち上げ。やらかしホールですね、ここは。ここちょっとやばいですね。距離は割かし良心的ですね。そう、よし、とりあえずなるべく近づけて。うん、まあ、とりあえず次が池越え、ね、池越えかな。そう、乗らないとさ、もうフェアウェイないからね。やばいホール、今日一やばいホールじゃないですか。やらかしホール、やらかしホール、やらかしホール。あ、でもティーショットはまずまずで、まずまず行かせるかどうかってことですね。プレッシャー。え、これ池越えてもバンカーじゃない？そうです。これはやばい。いや、これはさ、うん、結構距離あるよ。距離ある上に、うん、ラフに入ってるからアイアンだけど、やばいね。池の後にバンカーで、なんかちょっと安牌で左に打ちたいな。あれじゃないですか、あのもうこの黄色いあの旗、何あれの延長上ぐらい、こさない方がいいんじゃないですか。いっちゃうんですか。あ、そっち、あ、手前で刻む、刻んじゃう、うん。うわ、中途半端。中途半端。いや、いたんじゃない。え、止めるでもなく、超えるでもなく、今やば、どういう判断だったんですか。いや、今のはこの旗を越えて池の向こうにつけたらいいかなって、あの左側、そうそうそう、左側につけたらいいかなと思ったけど、ああ、まあね、そしたら結構気になんないは気になんないか、池バンカーそう思ったけど、結果え、もうこれはないでしょ。うん、言ったよ、これは。いや、こう、わ、しかもヘドロで見えない。はい、もう行方不明やん。ポチャです、ポチャ。一応ポチャです。ポチャしました。よかった、ボール変えといた。
カラー使えばカラー。カラーボール、うん、カラーボールあるわ。カラーボールで、はい、ミッキーの。もうこれ2個マス埋まりますからね。イケポチャとカラーボール で、ね、87ヤード4打目おかしいなよし、見えない。いいよ。お、うん、おえ、何あのキック何あれ、直角90度に曲がったんだけどなんかぶつかった。え、今のは何ミラクルえ、90度に跳ねたよね。うん、すごい。え、何そんなミラクルショット打てたかなスピンかけたあれはどうなってるんよ。いい方にこうキックしたからねえ、ボールがないことはないけど期待できますよ。これはボールはラフにありましたけど。おー、そこか。ああ、じゃあ本当にこのあれなのかな、傾斜にぶつかったのかな、当たった感じか。え、こういうのあるとなんかコロコロ玉でやりにくいよね。うん、うんうん、よし、これを入れたい。おそらく左カップいっぱい。あー、ちょっと違う。あれ、まっすぐやったんかな。いやな、まっすぐでした。はい、コリンちゃんにちょっと聞きたかったことがあって、はいはい、グラビアのお仕事もされてるじゃないですか、はい、どんなカメラマンだと撮りやすいんですか。なんか僕カメラマンじゃないですか、はい、で動画は簡単なんですよ。回しとけば気遣って話してくれるからあのすごい助かってるんですけど、はい、集合写真とか、 なんか、まあ、単品とか写真とかあっても、はい、はい、チーズしか言えなくてグラビアの方でなんかこうカメラマンこうなんかこう、はい、あるじゃないですか、なんかこう、あ、いいね、いいね、みたいなそれ、それなんかどっかのエロカメラマンのなんか動画とか見てますね、それ。いや、わかんない、そういうイメージそういや、でもやっぱりお話が盛り上がる方は楽しいですよ。撮影中にシャッター切りながらとか、普通の話とかをやっぱり私たちってあのアマチュアのカメラマンさんと1時間撮ったりとかするんですよね。なるほど。時間で言うと、でその1時間やっぱりずっと切り続けることってできないじゃないですか、どうしても間があるし、うんうんうん、で1時間を多分めちゃくちゃシャッター切る方って本当に800枚とか撮れるんですよ。確かに。ってなっちゃうから、で合間合間お話をしたりとか、だからあまりにも無言でシーンってなってるとこっちもなんか心配になるし、でそれよりなんかちょっとやっぱりお話盛り上がった方が、あ、こういう人なんやなとかこう分かった方がこっちもなんかこう自然な笑顔になるかもしれない。うん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 。だし、なんかこう私たちはそのカメラマンさんによってどんな感じの写真が好きなのかっていうのを結構覚えたりするんですよ。うんうんうん。だから、あ、この方はこういうお写真が好きなんやなって分かった方が、例えば次お会いする時になんかこう、あ、こういう衣装持ってこうかなとか、なんか参考になるんですよ、うんうんうん、ざっくり言ったらその 黒い服でかっこいい系が撮りたい方と、例えば白っぽいなんか可愛いふわふわとしたドレスみたいな可愛い感じが撮りたい人とか、やっぱタイプがあるんで、うんうん、そのリクエストがあるのは言った方がいいと思 う、うんうんうん、私はこういうのが撮りたいですみたいな言ってもらった方が、あのこっちもなんかこう衣装とか用意しやすいし、なんか表情も変わってくるから、そのかっこいい系と可愛い系でやっぱり違うから、そういうコミュニケーションも取れた方がいいと思う。なんかこういうのが取りたいとか。確かにそれ大切かもしれない。なんか、うん、集合写真ってコミュニケーションってあんまない、うん、ないじゃん。そう、なんかだけどなんか撮りますだと何していいか分かんないからみんな。そう、でもなんかこういうポーズやってほしいですとかっていうと、なんかそのうちちょっとそのなんか近づいてくる感じをする。うんうん、ああ、なるほどなるほど。うん、ということで109。よし、ここのホールは109ヤードを8番アイアンで行ってみたいと思います。
うまい。お、乗ったかな。ちょっとオーバーです。でも見えるから大丈夫。よかった。さっきからアイアンがちょっと心配になってた。なんかピン筋ったみたいな感じだった。ほぼ乗ってるかな。どうだ。うん。あ、でもただ微妙な距離を残す。強さだけだったと思う。なんか結構いい曲がり方してた。うん。ここからもう気持ち左カップ縁ぐらいかな。大丈夫ですか？なんか膝に力がなんか抜けちゃったみたいですけど。抜けた。嘘。いい感じだったんだけど、惜しかったですね。あれ？じゃあ次のホールに行きましょう。気を取り直して。